三浦正義は青森県三古郡五戸町出身の元プロ、野球選手、コーチ、解説者。青森県五戸町にて男3人、女3人の6人兄弟の末っ子として生まれる。幼少期はスキーやスケートを通じて足腰が鍛えられた。五湖高校2年時の1950年6月28日に青森市営球場で行われた。 巨人対西日本戦を観戦。この試合で巨人先発の藤本秀夫が日本プロ野球史上初の完全試合を達成したのを目撃し、これがきっかけで藤本に憧れるようになる。2年次の冬には和歌山市で実施された早稲田大学野球部の冬季練習に参加。その中に広岡達郎、荒川博、小森幸喜らがいた。 1951年11月に、読売ジャイアンツの入団テストを受けて合格し、高校卒業後の1952年に入団。この年から、洋松ロビンス監督を辞して巨人にコーチとして入団していた、新田京一の指導を受けて、それまでの自己流の投法を修正し、ボールが楽に投げられるようになる。入団3年目の1954年には、藤本秀夫が、 玉川にある2軍の練習場にやってきて、ブルペンにて、投球練習を行っているところを、三浦は、後ろから見学し、藤本の持ち玉であるスライダーを目で見て盗む。しかし、巨人では4シーズンで9試合、投球回数15回1、3のみと出番は少なく、1955年限りで、三浦は巨人を自由契約となった。1956年に、 三浦は同期生の笠原正幸と共に大エースターズへ移籍。そこでエース角の林義和から左足の踏み込みについて欠点を指摘されフォームを修正。それまでの過去4シーズン0勝から一気に飛躍して29勝14敗、防御率1.77の高成績で最多勝のタイトルを獲得し、それまでのパリーグのシーズン勝利記録を更新した。 このシーズンは終盤まで、阪急ブレーブスの梶本隆夫と最多勝ちのタイトルを争い、10月7日の時点で共に27勝で並んでいた。シーズン最終日となる翌8日に、三浦は、茅ヶ崎での近鉄パールスとのダブルヘッダーに2試合とも、9円登板して一挙に2勝を挙げて29勝となり、駒沢球場での投影戦で28勝の梶本を振り切り、 最高値を確定させた。当時のパリーグは年間勝率が3割5分終わったチームには500万円の罰金を課す規約があり、この年の大英は57勝94敗でパの8球団中7位で勝率3割8分1輪であったためかろうじて罰金を逃れたが、三浦はチーム勝利数の半分以上を一人で稼いだことになる。チームが 高橋ユニオンズと合併した翌1957年は12勝21敗でリーグ最多敗戦、毎日オリオンズと合併して大前オリオンズとなった1958年は11勝8敗と3年連続2桁勝利を記録するが、1959年以降は4シーズンで4勝に終わる。肘を痛めた影響で1962年限りで現役を引退した。 引退後は球団に残って、高知スカウトを歴任。高知時代には、成田文雄、木田る、正明、八木沢小六らを育成。スカウトとしては、広田澄夫を獲得している。ロッテ対談後は、東京都内で会社員として勤務した。ありがとうございます。